どうもダウンタイム中で顔がボロボロです、今回はですねとあるジムに来てるんですけれどもある達人の方と対決ということで呼ばれてきております。じゃあちょっとその達人の先生かな、先生お呼びしたいと思います。お願いします。はじめまして。はじめまして、石井東吾です。石井さん、はい、達人なんですか？ジークンドーのインストラクターをやっている。ジークンドーって武術ですか？武術ですよ。なんでそのなよなよしてるんだよ。達人なのか本当に。一応はい、達人とは言われたりもしている。あ、ダメだ。全然だよ。ないですよね。達人なんですよ。達人。ちょっと口出ししますけど、はい、多くの格闘家を驚かせる技術を持った達人です。いや、こっちとら多くの格闘家に、はいはい、受けて世界チャンピオンのこれやられて受けてきたんですよ、ね、受けてきたんですよ、はい、これ達人ですか？達人だと思いますよ。まあでも服とかはこれジャッキーっぽいですよね。ブルース・リー先生が一応先生ジークンドーの階層なんですよ。階層、はい、あの後輩筋、後輩筋、はい、やつの後輩筋。いや、やつじゃなくて、やつの逆に俺はあの後輩筋の作り方を聞きたい。ああ、こうやってないやなんか得意技はあるんですか？得意技っていうか、はい、まあ、一応いろんなあの格闘家の方だったりと、はい、いう方々に一応やってるのがワンインチパンチっていう。ワンインチパンチ、はい、なんすかそれ？この指のこの、はい、これぐらいの感覚からテイクバックをせずに打つっていう、はい、打つ？そう、ここから打つじゃなくて、はいはいはい、ここから打ちます。そこから打って、はい、で、はい、ダメージを与える。いやいやいやさすがにいや、ボブサップのこれならわかるボブサップがドーンだったらわかるよ、はい、先生何キロですか？僕は60ですね。 60! はい、これ切ったら55残んないやないかボディビルの話です。あ、ボディビルの話わかんないな、はい、60キロ。そうなんです。60キロのこれそうですさす、数々のチャンピオンたちのこれをこうしてもらってるのよ。聞くわけない。本当に今までめっちゃ怖かったんですよ。はい、全然今日怖くない。もう余裕だと。余裕、やばい、ワインチャンネルちょっとやばい。ちょっとあれですね、これはもうここは、はい、大丈夫ですわ。じゃあ行かせていただきましょうか。じゃあ一旦ちょっとどういうものかちょっと見たい。さすがに知らないと。そうですよね。一旦だ、あ、そういうことですか。あ、じゃあ受けてもらいましょうか。あ、弟子に。そうですね、ちょっと見たいです、それは。お嬢、ここミとここの胸に持って、で、ここからです。ここからこう打つだけです。ほう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 。いいですか、打っちゃって。いや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 結構吹っ飛ぶやん。え、吹っ飛んだでしょ。はい、いや、わざとわざと今日の先生すごくさせるために吹っ飛んであげたんでしょ。そんなことないです。一応ね、2つあるんですよ、ワンインチパンチ。そうなんです。今の吹っ飛んだ、飛ばしと浸透させるっていう。浸透、はい浸透ここですね。え、うん、ミットあるのにこれミットあっても衝撃きますね。ミットあるのに。ちなみに殴る場所はここなんですか？胸の方がいいです。え、胸くらうんですか？はい、でもあのミットこんなに厚いんで絶対大丈夫。あ、ミットありですか？ミットもちろんミットなしだと胸骨折れちゃうんで。ミットなしだと胸骨折れちゃうんで。怖いことをさらって胸骨折れる。折れた人2人ぐらいいましたね。ダメだ。あー、やばい、ちょっと怖。硬いんで。硬いんで。そう、怖。あ、硬っ。あ、ダメだ、これ買ったやってんな。いや、やってますよ。めちゃくちゃえ、買った。先生は鉄球叩いてます。鉄球バキの世界じゃないですか。うわ、怖っ。トレハル立ってきた。え、めっ、でかっ。やば、あ、やば、ごめんなさい。まだ打ってない。早いっす。怖っ。とりあえずじゃあ、はい、どうします？受けていただきます？じゃあ一回、飛ばしを。ありがとうございます。 OK、 よし。どうした？こうですか？はい、で、平さん後ろに行ってもらって。いいっすよ。うわっ、熱い。え、これ飛ばし？飛ばし。え、じゃあ俺、平さんもっと後ろ行って。本当に耐えますか？全然いいっす、全然いいっす、はい、
本当に僕がちょっと気合い入れますね。本当にそんな吹っ飛ぶ、散々煽られましたからね。散々煽られたんで気合い入れます。これ本当に耐えますよ。いいですよ。はい。嘘でしょ、ま、よく耐えたね。もうビビった。すごっ。うわ、すごっ。すいませんでした。うわ、すげえ。ちょ、もう一回いいっすか。あ、いいです、いいです。こうやって耐えていいっすか。あ、いいです、いいです、全然。そうだね。はい。いきますよ。うっ。いや、ちょ、これ、うおって言っちゃって。声が。声マジっすか。怖っ怖っ怖っ。え、これ今の飛ばし、飛ばし怖っ怖っ怖っ。ちょっと今度内部破壊やってみます。内部破壊、はい、怖っ。え、ちょサイヤさん の, あの腹筋の表面じゃなくて、はい、内臓に響くような、ちょっと待ち方をします。内臓、はい、内臓、これでもう鍛えられないじゃないですか。やべ、ちょっと怖くなってきたな。でもそれもミットありでいいんで、あの全然ミットありでいいんですか。もういい、いいですよね。もし素手で浸透圏引き抜くとなんてよくないですか。いや、わかんない、採用さんしたいだけ。一回ミットありで行くのは絶対いかないじゃないですか。骨とかはない、骨とかはない、腹筋だから。うん、まあまあまあ。でも、京口さんとかやっちゃうの、そうか、素手じゃないもんな。グローブだもんね。え、そんな悩むの？なんで？怖いんだけど。これ今ね、怖い感じで喋ってますからね。めっちゃ怖い。え、怖っ。ちょっとさっきよりも強く見えるというか、怖いぞ。やべえ、ちょっと緊張してきたな。え、お弟子さんは受けないですか、それ。あ、でも受けますよ。受けます。のと打ち待ってます。え、じゃあ一旦でも。やっぱ一旦ね、使うか分かんないですけど。あ、使うか分かんない。あ、確かに確かに。俺も見たことない。え、で、なし。なしでしょ。いや、もういや。いや、いや。初めて見たことない。いや、あんまり上がんないですよ。え、ちょっと顔引きつってますよ。うん。はい、固めて。いきます。うそ、やだやだ。え、やばいですか。やばいやばいです。すいません。地味な絵だな。地味だな。地味だな。うわ、怖えな。いや、頼む、回ってくれ。もう待ってくれ、ドルブ。もう受けます、俺もこれで。ああ、はい。こうやって重さを腕に伝えてるんですよ、今。バキの世界ですね。そうそうそう。例えばこれ、はい、パッてこうして、これで力じゃないですか。はいはいはい。これ抜くと、はい、これが。あいって。あいって。うって。うっそ。ちょっと重くなりましたね。痛い。で、今の重さがここのボディに入ってる。あー、いって今日ダンベル握れなかったらどうするんですか。すいません。うわ、すそういうことか、はい、うわ、怖っ。こう力を入れるんではなくて、脱力をして抜いて力を脇の世界だ、させるっていう。ちょうど増量中で脂肪もあるし、ああ、そうそうそう、ここに通すのはちょっと難しいかもしれない。振りかぶんないですもんね。振りかぶんないですよ。もうここでこうっすよね。いきます。ちょっと待って、はあ、いや、ちょっとこれ久々に、あ、緊張してきたな。一応建築資材の板2枚は割れる。いや、そういう前情報いらんっす。5センチだっけ。5センチです。2枚厚さ5センチ。え、割れるんですか。え、怖っ。その技で朝の情報番組ラビットに2回呼ばれてます。うわ、もうめっちゃやだ。めっちゃやだ。怖い。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。そんな、こんなやられた、マジで。
超怖くなってきた。やっべ。いいですか？ここっすね。ここだと溝、ね、もうここは溝なんで、はい、ここでいいですよね。はい。行きますよ。いい。うわあ！